とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズンは結構いい装備が多いので、そこまで難しくはないでしょう。本当にね、装備に恵まれてるシーズンですね。はいよ、おい、いいね、いいね、いいね。まあエンチャンターがちょっと多いので、エンチャンターから倒すようにしてください。まあまあ、うん。言われるまでもないっていうことでしょうけども。よし。では、おしまいかな。はい。1回クリア。何もいりません。で、2階。2階は、ジオマンサー鬱陶しいです。あと、エンチャンターも出るので、エンチャンターは、先に倒しちゃってください。オッケー。このジオマンサーが鬱陶しいのよ。よし。オッケー。結構ね、放置させとくとめんどくさくなりますので、早めに処理。オッケー。おお、めちゃくちゃいや刺さってるな。いやー、めちゃくちゃ刺さってる。倒しきれてない。終わり。2回クリア。ここでアップドラフト取ります。アップドラフトで、テンペストゴーレムを倒しますので絶対必要です。これがないとね、ちょっと時間かかっちゃうんですよね。なので必ず取るようにしちゃいましょう。よし。はいはいはい。もうちょっとね、危ね。クリーパーとか出てきてもいいんですけども、今回はそんなに出てきません。逃がし、おーい！どこまで行く？はい。何もいりません。次。ちょっと逃げたやつとかはね、めんどくさいよね。追いかけるとが結構面倒で、矢は結構使っていって OK です。今回まあまあ矢はたまに使うけども、まあ矢筒が別に出なくても最後まで事足りる感じです。下に雲が1体隠れてるね。終わり？まだ？ここは分からん。えらい奥に入っとったな。4回クリアでーす。あんな奥に入られたら分からん。で、ドラでーす。よし。このドラとアップドラフトでボスを早く倒せるので必ず取るようにねしましょう。おーし、ナイス。めちゃくちゃいい場所だった。よしよし。じゃあこっちも。あ、チャージ不足。5回クリア。次、ここでウィザーが出てきます。取りましょう。もう今シーズンはね、もうウィザーゲーです。ウィザーさえ取っとけば、なんとかなる。むしろウィザーがないと、ちょっと厳しいのかもしれない。ウィザーがないとね。よし。凍結うっぱい、ほんとに。よし。でい。ナイス。オッシー。もうね、武器が初期なのでここら辺になるとちょっと戦いにくくなる。でもここで変わります。虚無剣です。まあ、リーチはものすごい短いんですけどね。でも慣れればまあそれなりに使えるようになると思います。で、金細工でウィザーアーマーですね。何がついた？シナジーか。いらない、いらない。タワーではそう使うことはないかな。で、武器エンチャント入れましょう。8と、吸血か追い打ち。どっちでもいいと思います。これは攻撃的な追い打ちを入れてます。で、8も、パワーアップさせていいと思うんですけども、あんまりパワーアップさせても変わらない気がするんですよね。1も2も3も。そこまで劇的に変わる気がしない。よし。いいですか？で、8回終了。8回は何もいりません。で、9回。ガシガシいっちゃいましょう。ここはね、蜂が結構出てきてくれたら嬉しいんだけどな。あんまり出ないか。結構ヴァンガードが出るんでね、蜂が出てきてくれるとありがたいんですけどね。ああ、オッケー。ナイス8。ナイス。で、下か？あれ？あと1体がいない。上か。ああ、もうお前、はい、何も、あ、違う、弓ですね。一応弓変えていきましょう。やっぱ初期弓じゃもう限界が来てますなので、弓を変えましょう。で、エンチャントね、入れてください。11でいいです。火属性と追い打ち11、もうそれで十分。弓はね、もうチャージショット一発でだいたい片付けていけるので、で、ここのクリーパーを先倒しておきたい。ナイス。で、こっちもよし。できれば8に頑張ってきてほしいところ。ナイス、いけ。いいっすね。 OK。で、まあ、取り忘れることはないと思うんですけど、一応箱あります。取ってください。10回終了。で、10回で影持っていってください。影がないと最上階のボスがちょっと厳しめです。ドン。あ、もう凍結ほんと嫌いだわ。でも今回はね、キノコがあるんですよ。キノコが嬉しい。よし。で、テンペストゴーレムは虚無を入れた、おいおいおい、範囲広いな。虚無を入れた状態でドラを使って、あれね、最大火力まで上げてから、最大火力まで上げて、ドラを使った後に、アップドラフトです。最初ある程度減らしてください。次かな。いきます。どうだ？はい。この感じでいけば、2ターンで倒すことができます。いくぞ！よし。まあ、ここで2ターンで倒せれば、まあ、だいぶマシよ。だいぶマシ。よし。はい、もう少し。ナイス。で、矢をね、事前にパワーアップさせてるので、意外と火力があります。 OK。 で、若干減らしてさっきのをやります。いいかな。どうだ、よっしゃー、まあ、2ターンキルできれば、まあ、上々でしょう。で、キノコとアップドラフトを変えていきます。いきましょう。今回はね、ぜひね、キノコを取っていってほしい。で、怒りを使ってほしい。ウィザーとキノコと怒り、もう最高ですよ。本当に最高。ぜひ使ってみてください。よし、最高の組み合わせ。よし、いいね。ここでおしまい。はい、12回クリア。で、ここで、乱射ですね。パワーシェイカー取りたいとこなんですけども、乱射を使います。で、エンチャントですけども、長弾と連鎖反応1、長弾は2入れてください。で、大丈夫だと思います。重要なのは長弾ですね。 OK、 頼む。ナイス、頼れるね。よし。で、ネクロマンサーが1体出ますので、出た瞬間にドラ使ってキノコで攻めるとすぐ終わります。はい、 OK。 で、このめんどくさいこいつらね。よし、あとはこいつらだけで、13回終了。折り返し、何もいりません。で、14回、ここの報酬で怒りが出てきます。まあ、苦手だっていう人も多いかもしれないですね。怒りは動きが遅いので、でもまあ、キノコと使えば全然いけると思います。逃げるなって、いかん、これを持ってたからよくなかった。これ持ってるのがよくなかったね。よっしゃ、お、いいね。この長弾と連鎖反応がね、一気にわって出た時がものすげえ強い。危ねえ。最後のわけかな。おしまい。14回終了。で、怒り取りましょう。ここの怒りは虚無がついてます。虚無を入れてくださいね。で、もう片方のところになんだっけ、危ねえ。おお、何してんの、危ねえ。毒の雲となんだっけ、なんかついてんのよ。それは、別つけなくていい。凍結か。よっしゃ、それは別につけなくていいと思います。やべえ、危ねえ。危ない、これ。ちょっと待て待て待て、相性最悪だな、あいつら。よし、 OK。 おお、ちょっと固まるなって。よし、 OKOK。あぶねやられるかと思ったわ。はい、で、あと1体ですね。よし、 OK。 危な。まあまあ、影の断片あるので、まあ、全然大丈夫だと思います。もうそこら辺でね、もうウィザーのパワーは弱くなってるんですけども、ここで104まで上がりますので大丈夫です。いや、しかし危なかった取り直しになるかと思った。はい、17回。まずここに2体出てきますので、ここを倒してください。そしたらもう追いかけてくるやつがいなくなるので、安心して先に進めますね。欲張らないように。欲張ったらダメだ。よし、これはまずこっちで鍵をなくすのが嫌なので、よっしゃ、いいね。よし、で爆発で倒れとけ。あ、まだ下にいる。結構嫌がるな。よし、でこっちで終了ですね。はい、もうこんどけ。愛のメダル欲しいんだけどね。いりません。そのまんま進んでいきましょう。で、まだボスじゃないか。もう少ししたらボスだけどね。よし。で、怒りもね、そのうちパワー不足になるんですよ、結構。なので、よし。まあ、弓とかをね、うまいこと使っていってください。危ねえ。しゃ、もうほんとこの武器があるとね、ボスがほんと楽になるんですよ。なので最後まで変えないように使った方がいいと思います。倒しきれないんかい。よし、まあ乱射が結構強いのでね、大丈夫でしょう。18回終了です。何もいりません。ボーンクラブがね、若干欲しいとは思うんだけどね。あ、俺エンチャント入れてなかったわ。虚無、入れてください。はい、行きましょう。ここはドラ使って、あれだよ。影の断片。よし。で、攻撃してあげれば OK です。ワンパンじゃないな。ツーパンだな。で、何もいりません。よっしゃ。おお、食らったんかい。食らった。よし。で、若干ね、もう、通常じゃ、火力不足なんですよ。なので、ちょっと気をつけながら戦っていってください。ちょっともうパワー不足っていうことをね、分かった上でいってくださいね。まあ乱射強いからほんと大丈夫よ。うん。ういし、うい、まだいたんかい。はい、こんなところにいた。そこ分からんよ。端っこに隠れてやがった。んで、ここで、バーストクロスですね。もう乱射じゃちょっと火力がないので、変えていっちゃってください。で、テンポセフト1と、追い打ちでいいです。OK。よし。もう弓主体で戦う感じですね。あ、お、バレー。よし。はい。あぶね。お、食らってる、食らってる。ぶっとうしいのよね、ジオマンサーが。もう矢がやたら出るな。よし。ちょっと待って。ぶっとうしいよ、お前たち。よし。はい。よし、まだいるんかい。意外といる。よし、まだいるな。あそこか。はい、今回いやめちゃくちゃ出たな。ここすっごい矢が出てきた。で、何もいりません。パワーシェイカー欲しいけどね、まだ我慢。よし、あ、当たらんかったか。よし、まあまあ弓がすごく強いので、まあ、それだけで勝っていけると思いますよ。よし、もうキノコを使わない時の振りは注意してください。もう硬直が長すぎてすっごい隙ができるもんね。よし、終わり？いや、まだだった。ねえ、終わりだ。はい、何もいりません。あそこで羽を取るっていうのもありだとは思いますけども、うん、今回のアーティファクトの感じだったらば、うん、あんまり良くないんだよな。よし、もうほんとこれ完璧なのよ、アーティファクトの構成が。よし、これ以上ないぐらいのやつなので、まあ変える必要はないですよね。よし、来い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 。クリーパー多いけど、まあフィールド広いし大丈夫だと思います。はい、よし、あとこっちでおしまいかな。 OK、 終了です。でここでようやく怒りが覆われた怒りに変わります。パワー不足が解消されたっていう感じですね。いきまーす。オッケー、いいね。よし、あ、でもポイント結構余ってるっすね余ってるな。でもそんなにね、他のやつもう必要じゃないんですよね。うん、最後に弓を変えるんだけども、この弓もそんなにエンチャント入れないし必要ないな。まあまあ凍結をね入れてもいいのかもしれません、武器に。うん、凍結を入れてもいいのかな。でもそんなに、うん、めちゃくちゃ意味があるわけではないと思うけどね。はい、25回終了。行きましょう。何もいります。あ、違う違う、いるいるいるコグクロスボウがいるよ。コグです。でコグに火属性と毒の雲ですね。まあこれでもうエンチャントポイント余るんだけども、うん、まあまあ凍結入れたい人は入れていいんじゃないですか。 OK、 これは別にいりませんけどね。危ねえ、怒りがあるともう超楽勝だもんなこれ。よし、はい、いいね。あっおい、強すぎる怒りが。でレイスね、で下から回ってきます。よし、終わり。おい、まあまあまあ楽勝ですね。26回でも普通の装備、いやミスった装備だときついと思う。うん、でここ何もいりません。ここでも怒りあるんですけどね、虚無がついてないので、やっぱ怒りにはね虚無が重要です。で倒し方は、虚無マックスになったところでドラを使って、よっしゃ OK、 どこ完全にミスってるじゃん俺完全にミスってる。最悪だ。次ミスりません。もうワンパンでいけるよ。実際もうワンパンでいけるんですけどね。OK。よし。完全にミスった。よし。終わりですね。まあ、ミスらないようにいきましょう。最初にちょっと俺、キノコ使うの忘れてたんで、キノコを使って待機してて、で、一発当てて、ドラ影という風にちょちょって使って、で、もう一発打ち込めばおしまいですね。ミスった。よくない。全然よくねえよ。うん、いらんな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。